始まりました。村瀬先生のぶらり歴史歩き。この番組は東進ハイスクールの人気講師村瀬先生が古地図を片手に今と昔の街を見比べながらぶらり歩き。前回に続き舞台は大阪空堀。昔ながらの街並みや風景が残る人気スポット、空堀の地理や歴史を深掘りします。あの太閤秀吉が大阪の発展のために考えたに村瀬先生も大興奮。だからここめっちゃ大好きの場所なんですよ、そして川がない場所に突如現れる橋、ここに橋が架けられた理由とは。さらに江戸時代から続く名店や新旧が融合する人気スポットへ。それではぶらり歴史歩きの始まり始まり。ちなみにね、はい、鍵さん、ここね、谷町6丁目ですよね。6丁目、大阪市の1丁目2丁目4丁目5丁目みたいな、その何丁目っていうのって法則あるの知ってます？駅から見て近いところ順とか、うん、駅から見て、はい、駅から置いて、でもね思ったんですよ、駅から近いのに谷6やなって思ったんで、あと何やろう、振り分け方があるんですか？あるんです。ヒントください。それはもう大阪市といえば、うん、あれがシンボルちゃいます？シンボル、うん、大阪市のシンボル、大阪城。だから大阪城に近い方が1で、だんだん離れていくんが6とかいう感じで、あ、そうやって決めるっていうのが原則なんですよ。あ、そうなんですか。だからほら大阪城の近く、あの谷4でしょ、はい、谷町4丁目、4丁目、ちょっと大阪城から離れて南に来たら谷町6丁目、さらに南の方に行くと次谷9、はい、谷町9丁目でしょ、うん、だからだんだん大阪城から離れていくに従って何丁目の番号が上がっていくっていうふうに言われてるんですね。大阪城を基準にしてたんですね。そうなんですよ、駅じゃなくて。そう、大阪市では大阪城が起点になるため、谷町は南へ行くほど丁目は大きくなり、逆に天神橋筋は北へ向かうほど丁目が大きくなるんです。ちなみに東京では皇居を中心に丁目が大きくなっているんだそう。続いて2人はあの太閤秀吉が町づくりに尽力したことが分かる場所へ。空堀からは離れてきて、はい、ちょっと北に向かってるんですけど、うん、小学校の、はい、まあ、一角にね、はい、すごいもんがあるんですよ。すごいもの？すごいもん。あ、この石碑見えます？石碑、どこどこ、あ、見えた。なんて書いてます？太閤下水見学施設。太閤下水って聞いたことありますか？太閤下水聞いたことない。でも太閤っていうことは、まあ聞いたことあります。秀吉ですよね。秀吉さん、はい。そう、実は、うん、秀吉が考えた下水施設、まあ、当時のものではないんですけども、江戸時代に作られた下水っていうのが未だに現役で残ってるんですよ。そのままですか？ちょっとね、ほんまはこう申請したら中まで入れるんですけど、はい、今日残念ながら点検中。この日は点検中ということで、残念ながら中に入ることはできませんが、地上に設置された覗き窓から見学することに。あ、本当や、下に流れてるでしょ。水が流れてます。そう、下水、下水。これが江戸時代のものそのままなんですか？そう、それがまだ現役で今でも使われてるんです。すごい。これすごいでしょ。こんな貴重なものがこの一角にあるなんて、うん、この小学校にですよね、あるんですよね。大阪城ができてから、まあ、大阪の町づくりっていうのがどんどん進んでいくじゃないですか、はい、ほな人がいっぱい集まったら当然たくさんの排水っていうのが出るじゃないですか、はい、それをうまく処理しないと、うん、清潔な町にはならないでしょう、はい、そこで豊臣秀吉が道路の整備とともに行ったんがなんとこの下水の整備なんですよ。この太閤下水、建物と建物の背を割って作られたことから背割下水と呼ばれ、
建物の背中同士を下水で区切り、町を分けることで向かい合った家がコミュニケーションを取りやすくなり、町内の一体感を高めたとも言われているんです。秀吉は下水の機能だけでなく町の活性化まで考え、この下水を配置したんだとか。実際にこの下水をたどった先は埋め立てられてはいますが、現在も町の区割りをした名残を感じることができます。さらにこの下水には地形を生かしたある工夫が。なんでこの下水っていうのがこの東西方向に向かって引っ張られてると思います？それも理由あるんですか？ありますね。一つの町が大きくなりすぎるから大阪城はどこの端っこに建てました？上町？大地。大地いうことは周りより標高が高いでしょ、はい、その上町大地っていうのが大阪の中央部をこう南北に通ってるのが大阪やったんちゃいましたっけ？あ、そうでした。そう。ということは水を排水するんやったら、うん、東西方向に流していった方がスムーズに斜面を使って流すことができるから、だから東西方向に下水とか道路を引いていったっていう街づくりをしたんですね。一個一個にすごい深い意味があってびっくりしました。あ、だからここめっちゃ大好きな場所なんですよ、ね、秀吉の凄さを改めて感じられる場所、ぜひ行ってみてください。2人は再び空堀商店街へ。しかしまた味があるお店がちょっと出てきましたよ。うまいですね。ちょっと来ません？はい、すいません、こんにちは。やってきたのは鰹節の丸代。創業はなんと1765年、江戸時代から続く名店で、昭和15年に現在の場所へと移転されました。ここで7代目の岡田隆介さんに話を伺います。表の写真拝見しましたけど、はいはい、昭和9年とか、はい、歴史ある写真がたくさんですね、昭和9年というのは、はい、うちがもともと松山町で、うん、今の松山市になるので道路拡張で立ち退きになった、はい、あららららその時にもう最後やというので、うん、写真機持ってる人に写してもらったのがあります。へえ、火鉢でね、ご兄弟で、うん、ちなみにご主人は今ご年齢差し支えなければ、もう来月で93年、全然見えない。昭和4年前です、だってあのお写真にもねご主人写ってらっしゃいましたもんね、火鉢の真ん中の真ん中にね、ちょうどあれ幼稚園です。すごいすごいな。ちなみにどんなお店に鰹節おろしてはったんですか、お得意さんは？ケツネうどんってありますね、はい、あれが始めた松葉屋さんっていう、うん、あそこらもうちの得意さんっ、あ、ケツネうどんってわかる？え、キツネうどんのこと？もちろんもちろん、よかった。それをキツネをケツネっていう、ケツネうどんって関西ね、大阪の人昔言ってたんですよ。ケツネっていう、うん、あ、そうなんですか、ちょっと噛み張ったんかなって思います。じゃなくてケツネっていうのが正しいんですね。失礼すぎるぞ、それが。ビビューさんも一時ずっと収めてましたけど、うどん好きの？そうそう、誰もが知ってる一流店ばっかりですね。え、じゃあ逆に大阪の食文化は、はい、お父さんのお店なかったら成立してないじゃないですか。まあそう大したことない。いやなんてこと。ちなみにもう昔のこの辺りの様子っていうのはどんな感じだったんですか？いや、そこにね、はい、地図ありますけど、それは150年ぐらい前の地図なんですね、うん、でその地図を見るとね、上本町から東は見えなかったんですね。あ、そうなんですか、はい、で、うちの家はね、だいたいこの辺ですよ、うん、わすごい、ね、現図は国宝ですか？そうです、すんごい地図だよ。それに自分の家が載ってるっていうのってまさに歴史の生き証人ともいえる岡田さん。ここで戦争時代の貴重な地図を見せてもらいました。地図やないですか、これ。赤いところが空襲で焼けたところです。こちら大阪大空襲で被害を受けた大阪市の地図。
ぎっしゃんさん、はい、ちょっと注目してほしいポイントがあるわけよ、はい、大阪城どこです？これですね、これ、ね、はいはい、でちょうどこの空堀ってどこですか？これが長堀ですね、うん、ちょうどこの辺りだけ赤く塗られてない、塗られてないですね。逆にこの空堀商店街っていうのは、まあ、戦争の被害をあまり受けなかった場所ですから、いち早く戦後の復興の時に商売の明かりが灯った場所なんですね。そうなんね。ご主人終戦後っておいくつぐらいになります？ちょうど終戦の時は16ですわ。16歳か。でも中学が5年生のやつがもう4年で卒業ですわ。中学出張ってからもずっと家業を手伝ってはるんですか？家業手伝って何もできへんの。電気水道はみんな止まっているので、ね、ね、だから今の生活っていうのもむちゃくちゃ便利なんだ。元気の秘訣って何なんですか？そう、鰹節なの。岡田さん、貴重なお話ありがとうございました。さあ今度は商店街からちょっとこう北の方に行ってみましょうか。そうですね、はい、いや実はね、はい、ここの橋がちょっと注目ポイントなんですよ、はい、違和感ないですか？違和感？あ、え、あ、川がないのに橋がある、うん、そうですよね、川ないですよね。ない、だいたい川の上にありますよね、橋って、ね、なんでここにこんな橋があると思います、はい、なんででしょうね。これは上級編です。近道、車も近道できるためにとかですか？でもなんでここを近道しなきません？いっぱい道があるから短縮でとか。これはちょっと難しいですよね。めちゃくちゃ難しい。実はね、うん、この通りなんですけど、うん、はい、かつて市電が走っとったんですよ。路面電車？路面電車が。あ、そうなんだ。ただね、電車って急な坂道登られないんですよ、はい、上町台地に向かってどん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 高さ上がっていくでしょ、はい、ほら登れなかったらどうせなあかんか言ったら、ちょっと削ってなだらかな斜面にせんとあかんやないですか。そうですよね、まあ、ちょっと削っていったって話になったら、うん、ここの道路の部分だけ低くなりません？そうですね。だからこの交通を確保するためにあえて橋を架けたっていうのがこの高津原橋なんですよ。あ、そういう理由なんですか。そう、だから路面電車を引くために道路を幅広げてちょっと地面を削ったから低くなったんで橋を架けたっていうのがこの橋なんですよね。実際に大正時代の地図にも高津原橋をくぐるように市電が通っていたことがよくわかります。このように何気なくかかっている橋にも様々な歴史があるんです。さあ鍵さん、はい、いよいよこの空堀もちょっと終盤にね差し掛かってるんですけどね、ちょっと今回は僕がぜひちょっとぎっしゃんさんをお連れしたいお店があるんですよ。やだ、どこでしょう。ちょっとね、まずこの建物見てもらっていいです？はい。あ、これね、うん、レンって言って、はい、いろんなお店が集まってる複合施設なんですけど、はい、建物自体、はい、なんて書いてます？え、登録有形文化財。これが文化財なんですよ。すごい。はい、だいたい今からね200年以上前の建物をうまく使って、はい、こういうスペースを作ってる、そんな場所があるんですよね。いろんなお店が立ち並べるんですか？そうなんですよ。うわ、楽しみ。そんな中でも僕がちょっと今日行きたいのが、はい、こちらなんです。何ですか？うわ、楽しい。すごいですね、本当に、はい、やってきたのはお屋敷再生複合ショップレンの中にあるエクチュア。1986年に大阪心斎橋にオープン、2003年に現在の場所へ移転されました。日本人に合うチョコレートを日常的に楽しめるようにと独創的なチョコレートを作り続けています。こんにちは。いらっしゃいませ。カギさん。はい。うわー、すごい、はい、チョコいっぱいあるじゃないですか。ただね、うん、ちょっと先にお話ししたいことあるんですよ。ってないや、チョコ食べたいな。それが仕事や。ちょっとこっちなんですよ、はい、ここにね、はい、
このような文字が柱に残されてるんですよ。なるほど。実はね、この建物って1811年頃、はい、200年ぐらい前ですよね、うん、これね、第11代将軍の徳川家斉の時代に建てられた建物だそうなんです、はい、あ、そうなんですか、うん、で何に使ってたところや思います？普通に家とかじゃないですもんね。そうですね。で、まあ、その時チョコレート屋もないわな。ないですもんね。これ見てください。これ更四郎の貯蔵庫蔵ですね、うん、はい、でこの更四郎っていうのがろうそくなんかの原料として使われてた。当時は必需品ですから、はいはい、それを貯蔵しておく蔵として建てられたのをそのまんま利用されて、はい、今チョコレート屋さんになってる。およそ200年前に蔵として使われていたこの建物、当時ろうそくはまだまだ高価な時代、提灯での夜間の外出や遊郭など夜の街の繁栄を支えたとも言われています。そんな歴史を感じられる場所で、なんともハイカラなチョコレートドリンクをいただきました。いただきます。うん、あ、めっちゃ濃厚。濃厚でしょ、うん、濃厚やけど全然くどくない。めっちゃ美味しい。ちょっとギシャン、ええかな。何ですか。え、それだけ。え、感想それだけ。いや、もっともっとあるけど先生用に置いといたんですよ。違う違う違う。え、何ですか。気づいたとこはそこだけか。カップが穴開いてるおしゃれやなって思いました。普通コーヒーのカップとソーサーってこれなくないですか。ないです。なんでこれがあるでしょうか。あったかさを維持するためとかですか。これものすごい由緒あるものなんですよね。そうですね、はい、こちらのマンセリーナと言われるチョコレートドリンク専用のカップ&ソーサーになります。専用なんですか。そうなんです。まあ、中世ヨーロッパだと要は下流会であったりとか貴族の集まりがあるんですけど、その中でこう立食パーティーしてる時に倒れてドレスを汚してしまったっていうところから、マンセリーナ公爵が考えられたカップっていうの、操作っていうのがこちらになります、ね、チョコレートだけでなく食器など細部にまでこだわっているエクチュアさん、歴史ある建物についてはどう思っているのでしょうか。こういう空間でいろんな作業されてると、なんかちょっと200年前ってどうなんやったんやろうみたいな、そんな思いとかも頭よぎったりされるんですか。あ、しますね。やっぱりここにいると、ここがもともとどういったとこ、大阪城の敷地内で横堀川があってどうなってっていうのを考えていくと、ここってどんな人がいてどんな暮らしてたんだろうとかも思いますし、新しく建てようと思ってもこれ建てれない、はい、内容ですので、やっぱりね、次後継者も考えつつ、はい、広めていって守れればと思っておりますね。チョコレートのことに関してはすごい勉強とかされてるんですか。はい、もちろん日々勉強ですよね。終わりがない。わ、はい、相当詳しいですよね。先生には負けるかもしれません。いきなりですが、ここで村瀬先生からチョコレートに関するクイズ。あの、チョコレートのお菓子の中に、はい、ガナッシュってありますよね、はいはい、ガナッシュという言葉の意味は何でしょう。ど忘れしましたね。うまい。すごい悔しい。言い方がうまいな。これが実はですね、はい、間抜けとかそういう意味らしいんですよ。え、っていうのはチョコレートをこう若い方が作ってて間違って生クリームドバドバって入れちゃったらしいんですよ。それを見てた親方がアホかと、間抜けと、それをガナッシュって言って後々食べてみたらめっちゃうまいなと、それで商品化されたと伺ったんですけど、いかがでしょうか。間違いないです。言われて思い出しました。正解でございます。村瀬先生の勝利と思いきや、反撃ましょう。この後ろの絵なんですけども、こちらマンスリーナ持っているお盆、はい、どこ製と言われていますでしょうか。これはちょっとガチで狙いに行っていいですか。ガチでいきましょう。見た感じ焼き物と見たんですよ。ああ、
江戸時代って佐賀県の有田焼き、伊万里焼きっていうのがヨーロッパでものすごい人気で高値で売買されてたんですよ。へえ。ってことは有田焼き。残念。先生すごい狙いに来たんですよね今。すっごい正解ですみたいな感じでおっしゃってましたけど。すごい。一応言われてるのは漆塗りの、はい、お盆と言われております。あ、でももう一問言っていいですか。どんだけやるんですか。悔しい気持ちも分かりますが、ぶらり歩きはここで終了。今回2人が巡った地図はご覧の通り、豊臣秀吉の町づくりへの思いや空襲を奇跡的に逃れたことで現在の魅力的な町が残っていることを感じられました。いかがでした。いや、もうやっぱりこう古き良き町並みが結構こんなに残ってるんだっていうふうに思いましたし、うんうん、美味しいものも多かったですね本当に。しかもこうなんていうんですか、新しさもあるんだけど、うん、その中にもちゃんと古さが残ってて、はい、この地域だけ第二次世界大戦の時の戦火から逃れられたっていうのも奇跡という以外ないと思うんですよね。そうですよね。でもその奇跡をこうどん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 守っていって後の世代に伝えていくっていう、うん、なんかそんな心意気をすごく感じた回ですよね。そうですよね。皆さんそうやっておっしゃってましたしね、うん、もっともっとこう活気づいて、うん、これからまたもっとどんどん ね継承していけたらなというふうにね、私たちも思いましたよ ね。次回は大阪四天王寺をぶらり歩き、歴史深い四天王寺の地理や歴史を深掘りします。それではまたお楽しみに。